え、乗員が全員いて、グノーシアが2体で、まあ、占い師が1人、霊能狩人、共有一切なし。でも狂人と妖子はあり。あれ、きつくない？この条件。そして俺は何の役割もない。やってみるか。何のイベントが起きんの？この条件で。僕の名前はレムナンです。はい。よろしくお願いします。俺乗員、よろしくな。開幕から特に理由のもない暴力がラキオを襲っております。かわいそうです。かわいそうやと思います。ドン！いやー、アキオくんかわいそう。あ、頑張ってる。一生懸命反撃してる。かわいそう。でも守護天使おれへんからエンジニアは名乗り出ることができない。ジナ。あ、ラキオが必死に。はい、僕よりもジナの方が怪しいと思います。バーン。いや、ジナは怪しくないでしょ。よし。ラキオくん、ごめんな、なんか。またな、ラキオくん。集団の暴力。あ、でもジナに疑いかかってるね。あ、でももう5ターン目入っちゃったから、ここで人間じゃない奴が分かったとしても、俺が疑いかけることができへんな。まあ、ええか。今日はラキオでやろう。ドン！これはもう、過去最高の量の票入るやろ。ほなな、ラキオ。ほな、またな。14票入った。元気で。せめていい夢を見てくれ。おや、SQ ちゃんが呼んでる。はいはい、なんでしょう。食堂で茂道 SQ との雑談に加わった。既視感のある光景だが。グノーシアな。誰が家、グノーシアだったら嫌かってったら、まあ、セスかもな。テスってなんかいいやつだろ？あ、確かにこのセリフ見たことある。一緒になってこっそりなんか企んでるでしょ。ああ、はい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 、SQ が。そこんとこどうなんだ？ごまかす！誤解しないでほしいな。まあそうすれば。とわこと私の関係だろ。ただの恋人だよ。え？本当？ハンなのに？魂で繋がり合っているからね。おいおいおい、お前ら付き合ってんの？マジかよ。マジ、え、マジ、え、ほんと？というわけで、トワコ借りてくよ。憎い猫の、マジで憎い。はぁ、びっくりした。今回はうまく買わせたみたい。ああいった雑談ではどうしても SQ のペースに乗せられるからね。感情的にならずに一時撤退した方がいいと思ったんだ。そして SQ が話し合いの場でも私たちを疑うならば、全力で反撃して思い知らせてやればいいさ。あ、反撃するか。ロジックが25、演技力25。余裕！最近ちょっとロジックも上げ、はい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 。今回は場を切り抜けるために恋人だなんて言ってしまったけど。ほら、私たちがある意味手を組んでいるのは事実だろ？それを下手に否定したりすると余計な疑いを招くと思って。気を悪くしたなら謝るよ。え？そんな。ありがとうございます、ほんまに。いやー、もうありがとうございます、ほんまに。いやー、もうでも、そっか、セスさん、半やからな。半やからなんか、喜べへんよな、そういうの。ふふってなるよね。あ、で、ラキオとステラが消失しました。一回様子見るか。SQ に疑いがかかっている。SQ が悲しむ。悲しむ強いな。可愛げが高いやつが使う悲しむはやっぱり強いな。人間だと言え。言え。辞めさせたのがジナ。人間だ宣言しなかったのがククルシカとコメットとシャーミンか。これはコメットあたりのに疑いをかけられたくないから止めたかな。ジナ本人もだいぶ怪しいな。まあジナ釣りでいいんじゃないんですか。ジナ釣りで。よし、まあ、やっぱ人間です宣言止めてきたやつおかしいよな、やっぱり。で、ジョナスが弁護を入れた。この弁護は覚えときましょう。ジナは変じゃないか。ドーン！ドクターおれへんから、釣ったやつがグノーシアやったかどうかの確認はできへんのよな。
あ、なんかすごい、すごいみんなでいじめてるみたいになってきた。ごめんな、ジナ。ごめんな。シピは信用できない。いや、でもまあシピはちゃんと人間です宣言したしな。オッケー、ごめんな、なんかジナをいじめてるみたいな。なんかすごいいじめてるみたい、これ。能力値高いやつでボコボコにすんの、ほんまに。これは13票が見れるかもしれへんな、白心の。君が悪いんやぞ。あ、12票か、そうか、一人死んでるもんな。お前が止めてきたのが悪いんやからな。人間ですって言うだけでよかったのに。で、なんでか知らんけど、コメットが仲悪いな。仲悪い憂いに終わらんわ、どこにも。どうしよう、なんかあんまり仲良くなさそうな。レムナンとか。こんにちは。僕は騙されませんよ。あ、あんまり好感度高くないな。なんかキャラクターごとにね、夜会いに行った時に、おためーなんか6つぐらいのセリフがあって、好感度順にセリフが変わるっぽいねんけど、ちょっと覚えてきたわ。今のは下から3番目ぐらいのセリフちゃうかな。さて、バグをどうするかですね。トワコは変じゃないか？反撃する！さっき覚えた。自分より茂道を疑うべきだ。やばい、俺強すぎる。俺が強すぎる。やばい、俺を疑ったやつは逆に殺される。お、ユリコ。いやー、ユリコは、ユリコか。怪しくはないけど。まあでもちょっとバグを吊るすために少し稼ぎたいからな、時間を。茂道も大丈夫かな。茂道も人間です宣言して、はいはい、人間ですよって言ったけど、茂道は嘘が下手くそやから人間ですで見抜けるはず。だから茂道は人間やと思うので釣りましょう。これは別に茂道が嫌いやからとかじゃなくて、バグを見つけるための時間稼ぎをしたいので、今回は安全安心である茂道くんを、安全人狼である茂道くんを釣りましょうということです。お、しげみ、あ、マジか、ここでエンジニア出すか。レムナン、なんで俺に白出しといて騙されませんよって言ってきたんやと思ったけど、あれか。俺が会いに行った日の晩に俺を占ってんのか。なるほど。じゃあ、俺疑った罪で、しげみちくんに。とわこ疑い罪で。俺怖っ。正直、ゆり子が女帝やったら俺王やろ、この船の。皆の者、こやつ俺を疑ったぞ、所詮。あ、コメットおる。コメット、その辺気をつけなよ、罠かけたから。あ、これは一番仲が悪い時に出るセリフ。説消滅ってことはコメットからは相当嫌われてるな。ログを見る限り、セッさんはグノーシアではない。ククルシカの調べでは、ユリコはグノーシアではない。レムナン演技力そんなに高くないから人間ですって嘘やったらわかると思うねんけどな。ククルシカの人間です宣言聞けてないからな。ククルシカ偽物の可能性は、正直宣言できてないコメトとシャーミンはつっときたいんやけどな。ユリコか。そろそろ残り人数的にも弁護はしとこ。よりかはコメット釣りたいわ。お、いいですね。俺が怪しいって言ったやつみんなが追随してくれるな。あ、でもなんかみんな全体的にユリコ釣りたがってるな。誰かユリコに弁護入れてくれたら、俺それに対して大げさに言うとかでちょっと広げたいんやけど。よし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 、同意を求める。コメット釣ろうぜ。コメット、コメット嘘つくの下手くそやから、もし人間です宣言をさせてたら、多分嘘ついてたらわかんねえよね。わかるはずやったんやけど、ジナによって止められてて、コメットがわからないんですよね。単純に仲悪いし、釣っときたい。オッケー。すごい、俺の発言だけで票が動くようになってる。まあ、俺カリスマ今40あるからね。なかなかよ、正直ユリコに負けるとも劣らないカリスマの持ち主ですよ、僕は。ジョナスと仲悪いか。会いに行こうか。
本的にここは僕仲悪い人に会いに行って好感度少しでも上げとくのがいいんじゃないのかなと思ってるんですが、誰も襲われませんでした。守護天使はいないはずなので、これは陽子が噛まれたね。陽子噛まれたってことは、つまり陽子生き残ってるってことやね。バグが生き残ってるってことですね。これはこれ厄介ですね。ククルシカが俺グノーシアじゃない、レムナンがグノーシア、ククルシカにグノーシア、え？あーそっか、なくはないか。そっか、エンジニア名乗り出たの結構後半やもんな。そっか、ラキオかジナあたりが AC 主義者で、で人狼が語りに出ざるを得なかった可能性はあるか。ふーん、なるほど。あ、俺隠しろん。僕噛まれる可能性高まってきましたね。雑談しておきましょう。みんなの初恋の話聞かして。俺に告白したやつウェルカム。俺の大切なやつはすごく綺麗な黒毛でさ、もう会えねえんだけどな。そうっすか。よし、これで俺が死ぬ心配はなくなったな。いやー、もうみんなユリコ釣りたがってるなー。もういいか、もう分かった、ユリコ釣ろうじゃ。オッケー、分かった、ユリコ残念だけどと、ククルシカも諦めた様子だ。あー、ククルシカは白出ししてるからククルシカ的には守りたいんやけど、もうこんだけ疑いかかってたら無理ですよってことか。シピと SQ か、ユリコか、ユリコか。なんかユリコもなんだかんだヘイト集めやすいキャラやな。散った。ユリコが SQ、 ククルシカ、レムナンがククルシカ。占い師はお互いに入れ合ってる感じか。ユリコが SQ に入れたの気になるな。というのも今一人死ななかったので、つまり人狼は噛んだ相手がバグであることに気づいてるんですよね。で、人狼としてはこのままやとバグが勝ってしまうので、人狼はバグを釣りたいはずなんですよ。お前バグか？いやー、ありそうやな、ありそうやな。あ、死んだ。レムナン本物っぽいような気がするんやけどな。もしククルシカを本物やとして考える場合、この残ってるメンバーの中でククルシカが占ってないのはシピだけになりますね。嘘くさいな。ちょっと嘘くさいな。つまりシピがバグなのかな。まあ、ククルシカがシピを占ってくれればこれで確実なんですけど、レムナンの方が黒出ししてるし本物っぽいかな。ただレムナン占い先がどんどん死んでってて、よくわからんのよな。協力しようぜ。いや、ちょっとそれは無理やな。ククルシカの方が僕個人的に嘘くさいかなと思ってるんですけれども、いや、そう、俺もそう思う。ククルシカ偽物やと思う。ただシピもジョナスもシャーミンもレムナンは占ってないよな。レムナン占い先が次々死んでってんだよな。これバグ残ってる可能性あるんよね。確率がレムナンを疑うべきだと告げている。告げてない。バグ残ってる気がするな。いやー、わからん。久々に全然わからん。とはいえ、もしグノーシアが2体残ってた場合、ここでククルシカ釣り損ねたら終わっちゃうから、まあククルシカ釣ることにはなるのかな。ククルシカに票は入りそうかな。ククルシカ、もう終わらんか。シピが消滅した。報告求める。シャーミンがグノーシア、シャーミンがグノーシアか。シャーミンがね、昨日なぜか俺に投票してんだよな。
でシピもシャーミンに入れてんねよな。シャーミンが怪しいんじゃないかというのはまあ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 そうかな。そう考えるとジナが AC 主義者かな。残るはジョナスがバグじゃないかというこの可能性のみ。ただジョナスがバグやったとしてももうこのターンどうしようもないので、ジョナスがバグやった場合はもう村人チームの負けが確定している状態ですね。これはもうシャーミン釣りやろ。投票しろシャーミンで黒出されとるから、うやむや。疑うべきはレムナン。どうした？どうした？どうした？まあ、これで終わったとは思うんやけど。オッケー！レムナンの浮かれようはどうだ？思い出してしまうよ。お前レムナン怪しい言うてたぞ、最後の最後。ジョナサンのこと知ってます？地球の外宇宙探査船アルゴー号のクルー。昔の話だよ。今は遠く千年も昔のな。さ、祝杯あげようじゃないか。へぇ、有名なんや。あー、ユリコか、バグ。なるほどな。みんなが疑ってたけど、やっぱ疑われるには理由があるんやな。そしてコメット、ほんまにごめんな。マジごめん。寝かしちゃってマジごめん。無実やったんやな。いや、ここはコメットでしょ。ジョナス危ないな、でも。コメット、釣る。オッケー、終わった。私の星、海のお水がとても綺麗なんです。素敵なお魚もいっぱいですよ。私みたいなイルカも結構いるのです。船が到着していろいろ終わったら、トウコさん遊びに来てくれるといいです。へぇー。あ、今回何のイベントもないなと思ったら、そういうことか。ちょっと待って、あ、乙女生まれきった。へぇー、海洋惑星で育った地生か白イルカ。あ、そうなんや。ついに乙女が、完璧乙女になってしまった。マジか。すべての役職、かつすべての乗員が揃ってて、グノーシア4体で自分がグノーシア。もうこれは数でどうにかするしかないやつか。コメット、シャーミン、ユリコ。さよならコメット。ユリコが仲間にいんの助かるな。これは助かるね。ラキオが怪しいのかも。なんでか知らんけど全然関係ないとこが潰し合ってるから。なんとなく怪しいのは茂道かな。茂道ね。ドン。よし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 、茂道は持っていけそう。茂道持っていけそう。ドン。こんにちは、人狼ドン太郎です。よし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 、ドンだけで持っていけそう。で、S級がククルシカと、残念だけど特備を振っている S級と協力するつもりはないようだ。よしよしよし、ドン。やっぱグノーシア4人もいるといいですね。これ何人減らしたらいいんや。最終的に8人になればいいから、グノーシア側が誰も死ねへんかったら、結構サクッと終わりそうやけど。いやー、しげみちごめんね。噛まれるよりいいと思って。おっと？なんやろ？シャーミンとシピ。両方と、あ、シャーミンだけグノーシアか。どうしようかな。シャーミンにしよう。これってなんかイベント？お、イベントっぽいな。グッタイミン、ちょいものは相談だけどよ。ドイツを消すかっつう話な。今夜乙女にしとかね。あ、あ？乙女、どうして？もしもしかの話だぜ。俺らがミスって乙女が生き残ったとしてだ。乙女のやつまた研究所に戻るだけだろ。実験動物として生きるよりはここで消えといた方がいいんじゃね。わかった。オッケー。まあ一つよろしくな。なんか思うとこありそうやな。シャーミンには。じゃあ乙女襲撃しとくか。あ。つい先ほど乙女が消えた水槽の前、シャーミンがどこか寂しげに佇んでいる。どっちが残酷なんだろうな。こうやって何も知らずやられんのと自分がやられんのこと分かってんのさ。行くか。せいぜいバレねえようにお行儀よくベッドでおねんねしとこうや。
なんやろ、なんかシャーミンも過去になんかあったんやろな。これはシャーミンとのイベントっぽいな。乙女を狙ってきたか、グノーシアの連中も考えたな。やめろやめろ、お前演技力高くないんや。今のでバレたらどうすんねん。これはシャーミンと仲良く生き残った状態でグノーシア勝利でなんか続きが出るやつかな。エンジニアいる？今回って AC 主義者いるからやってくれるはず。ジョナスが本物か？で、シャーミンが語った。レムナン出てきた。バグがいるんよな。どっちが本物かわからん。ジョナスとレムナンどっちが本物かわからんけど。ドクター権限をお持ちの方は、シャーミンが語りに出たから、まあ俺はいいか。コメットちゃん出ちゃったね。出ると思ったわ。あれコメット出へんねや。じゃあねコメット。で、シャーミンがコメットに城だし、これは、まずいですね。これはとてもまずいですね。コメットが怪しいよねって言ってコメット釣られた後 SQ に見られてコメット黒ですっていうのがバレてしまうと、シャーミンも怪しくないってなっちゃうから、とても良くないですね、これは。シャーミン君語らないでほしかったな。お、シャーミン。ヘイ。ああ、グノーシアなんざなるもんじゃねえよな。夢を見んだよ、ガキの頃の夢をさ。グノーシアなってから毎晩がショータイムだぜ。思い出したくもねえようなこと何度も何度も。考え一問だ、あの時ああすりゃよかったんじゃねえかってさ。昔のこと話して話して。教えて教えて。お前んなもん興味あんの？だったらそのうちだな、生き残ったら話してやるよ。その方がお互い張りができていいだろう。せいぜい頑張ろうや。めっちゃ聞きたい。となるとこれ太鼓噛めなくなったな。占いの太鼓噛んじゃったらシャーミンが死んじゃう。俺のできる限りのことはした。ここでジョナスが死ななかったらもう無理や。はあ、さようならシャーミン。お前なんで語りに出たんや。お、ラキオが言ってたんだけどさ、いきなり二人一遍に消えることってあんの？はい、可能性としてはございますね。でもグノーシアは一人しか襲わないんだろ？グノーシア汚染者による被害者は一人です。ですがもう一人は、バグですか。ご明察です。エンジニア権限により調査されたバグが消失するケースですね。へえ、なるほどな。だったらどっちがバグかってわかんないもんかね。生命反応は空間転移と同時に消失いたします。あ、そうなんや。空間転移すると同時に一回死ぬんや、人。怖っ。ステラさん、何ですか？いえ、レムナン様は撃退にも優しい言葉をかけてくださるのですね。え、そう？あ、ありがとうございます、だが。その僕は撃退の星で生まれたので、友達も家族もみんな撃退でしたから。へえ。まあ、そうだったのですか。ところで聞きたいんだけど、撃退って何？本当に知らないんですか？聞いたことないよ。珍しい魚とか。やべえ、これに関しては俺もわかんねえからコメント側や。撃退って何？人為的に作られた地生体のことです。人類のサポート役とでも申しますか。実作業はほぼ全て撃退が行っているのですよ。ほう、めちゃめちゃ仕事する AI ってことか。航行や環境の維持全てを管理してくれてます。ってことはこの船のことはレビ、その撃退がやってくれてんだ。現在は非常事態のため機能を制限しております。皆様にはご不便をおかけして心苦しい限りです。ええやつやんけ。なんとなくわかったよ。骨食いモズルみたいなもんだね。ん？は？それでいいです。ジョインデータレムナ。コメットと僕が黒であることを当ててきてるので、ジョナスが本物やと思うから、で、シャーミンが語りで出てる偽物で、レムナン、がバグじゃ、AC 主義者じゃなかった場合、じゃあ AC 主義者何してたのって話になるから、レムナン君でが AC 主義者でしょう。さあ、そうなるとシピステラのどっちかがバグじゃないかどうかだけが気になるって感じ。みたいな話してたらレムナンがユリコに白出したな。これは偽物ですね。まあ狂人でしょう。まあこうなると、黒が出てる俺やばいんやけど。この状況めっちゃやばいんやけど。
なんでか知らんけども、残ってる人ら俺に好意的やからどうにかなるやろ。シピ。シピがバグである可能性。いや、十分にあるな。ちょっとごめん。ちょっと、協力はやめる。シピはちょっとわからんけど、ステラは嘘つくの下手くそのはず。ステラは嘘つくの下手くそのうん、そうやな。シピもそんなに上手くないよな。バグやったら今の俺の直感力なら見抜けてると思う。だから申し訳ないけど、ここはちょっとステラ釣りの方向かな。間違えた。ステラに弁護入れちゃった。弁護違います。ステラ釣ります。はい、よし。初めてです、こんな落ち着いた気持ちになれるのは。だってもう終わりですから、辛い思いをすることももう二度とないんですから。終わりなんです、全部この宇宙ごと。お前バグかよ。衛星主義者何してんの。じゃあ速攻で釣ったか。速攻で釣ってるわ。あーしまった、エンジニアが名乗り出たの2日目か。そうか、俺初日やと思ってた。こんだけ揃ってるから、そうや、初日に全員名乗り出てると思ってた。しまった、2日目か。そうか、で初日に茂道くすってるんや。しまった、初日に全員名乗り出てるから AC 主義者が語ってないわけないと思ってた。そっか、しまった、あかんな。ちょっとこの辺のその辺集中力切れてるな。これはちょっとほんまにあかんわ。反省しよう。この負けはダメな負け。